モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切箱店の霧の中地まな板プレゼント。霧のまな板というのは軽くて取り扱いが便利、そして素材が柔らかいので包丁仕事してて疲れないというね、そういう特性がありますんで、はい、ぜひ霧の中地まな板目指して頑張っていただけたらなというふうに思います。はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはね、今日はそうだな、変なメッセージからいこうか、暑いからお名前はどうだろう、まあお名前ぐらいはいいのかな。みゆきさんです。中地あやなちゃん、こんにちは。こんにちは。この夏私病みつきになりました、ノーパンにいつも旦那や息子のパンツ一丁で過ごす姿を見て、なんとまあと思っていた私、きっかけはユニクロの膝丈の部屋着を着ていた時にパンティを履かずに過ごしていて、はっと気づいたんです。なんとまあ気持ちのいいことだから最初は忘れちゃってたんだねそうのそういうことだね。最初忘れてそのまんま履いちゃってて、過ごしている時にあ忘れた、でなんとまあ気持ちのいいこと昔明治生まれの祖母が着物の下にお腰を巻いてて、どうしてパンツ履かんとと不思議に思っていたことを思い出し、祖母は確かに言いました、スースーして気持ちのよかとよそんな祖母も婦人会の旅行の時だけはワンピースに軍勢のパンツを履いてました。ワンピースの時は履くんだ、よそ行きの時は履くんだと子供なりに納得。そしてこの夏私もその爽快感がやめられず、夜勤明けで帰宅しシャワーを浴びてからずっとノーパン、宅配の人が来てもはーいと右手にはしっかり印鑑を持って対応。まさか宅配の人もこの下がノーパンとは思うはずもなく、もちろんモーニングジャムを聞いてる今もノーパンですそのまま夕飯の支度、そのままずっと継続しています。片付けも終わってほっと一息、扇風機の風に当たっていたら旦那からやめとけなんで擦れて毛が少なくなり、そして白いものもどうしようか迷い中どうですかこれもう暑さでやられちゃったねみんなそうですね、うん、夏の終わりだなっていうもうなんかそんな感じがします。ノーパンで夏の終わりを感じるって、いやノーパンというかもうこのメッセージのこうね壊れ具合っていうかその人間の壊れ具合ねそれでなんかあの夏の終わりを感じる、いやだからねもうそれこそ10年ぐらい前はこんなこと感じなかったんですけどね。そうですよね、ここあの 4,5 年やっぱりそうですよねっていうかメッセージで感じるんです。あ、なるほど、はい、夏の終わりになったらもうメッセージが壊れかけてるなってあ、やっぱ10年前ぐらいからだんだん暑くなってきて、いやだから10年前ぐらいまでは感じてなかったんですが、ここ 5,6 年ぐらいですかね、うん、8月の最終週ぐらいにもうみんな壊れてるんです暑さでそれを拾っていくっていうね。あじゃねえよ。でもちょっとノーパンしてみたいなって思いましたね、聞いてて。ああ。そんなにこう気持ちがいいなら。な、あのね、いやこれね、僕からのアドバイスですけど、はい、しない方がいいと思います。え、そうなんですか。あまりにも気持ちよくてやめられなくなるよ。そんなにですか。はい。あの僕はね20代の半ばから後半ぐらいは、はい、あのジーンズの下ノーパンだったんですね。いやいや、ジーンズの下ノーパンって結構いるんだよな。そう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 。え、でもジーンズってこう硬いじゃないですか。あ、はいはいはい、大丈夫なんですか。いやいや、まああのそんなびっ
チビチのジーンズは履いてないんで、で当時はそんなあの何あのスリムな感じっていうか なんていうかねストレッチタイプとかもなかったですけど、はい、あのそんなにまあ僕はストレートしか履かないですけれどもね、はい、へー、まあだからあのそうですね気持ちいいんですよ意外と超気持ちいい。超気持ちいい。気持ちいいだけでは伝わらんやったか。そこすぐ北島まだまだだな俺たちも。きちんと関係を築いていかないといけないな。さあそれからね、はい、壊れかけっていうことでこれもいきましょうか。としこさんですね。中地彩奈ちゃんこんにちは。こんにちは。子供たちは短い期間でも夏休みの宿題が結構出てて日々奮闘しておりました。毎日仕事から帰って今日の分やったと聞いたらやったよと定番のセリフ、登校日前日に宿題チェックするからねと毎日の繰り返し。だからね登校日前日にチェックするからまた大変なんですよ。そのやったの時にそこで一日一日チェックしとけばいいんだけど、そのねなんていうかこっちもめんどくさいっていうところがあるんでしょうね。登校日前日の夜宿題をチェックしているとやっぱり問題解いてないところ、毎日日記を書いてないところなど2週間しかないのに盛りだくさん。そこで小学3年生の娘に読書感想文があったのに本を読ませていたいないことをはっと思い出した私、お家にあった本で書いたから大丈夫だよと自信満々に言う娘、じゃあ見せてと言うと持ってきました。5冊読んで感想を書かないといけなかったようで読んだものは全て絵本。1冊目ココシャネル、感想キラキラだった。2冊目赤ずきんちゃん、感想懐かしかった。3冊目3匹の子豚、感想怖かった。感想書く欄大きいのにそこに目いっぱい大きい文字で書いてるんです。4冊目ジャックと豆の木、豆すごかった。おむすびコロリン、転がった。もはや書ける言葉がありません。心当たりがある先生、そのまま提出させて本当にすみません。壊れかけだな。そうですね、子供も壊れる。暑いもん。本当に暑いもんな。そうですね。いやしかもねちょっとこの前びっくりしたんですけど、うん、外仕事を行ったんですね、はい、で普段もう部屋の中ばっかりじゃない、はい、まあもう本当ねタレントの後輩から言われるんですよ、いいなロケなくてって。バカ野郎。俺もロケをずっとやってそうなって。いやいや、あのでね、まあ久しぶりに1日かけてずっと外でロケしてたんですね、はい、うん、暑いね。暑いですよね。いやしかもこのひよっこになってるからさ、暑さに対して。そのねこれが徐々にずっとね慣れていってるんだったらいいけれども、はい、普段もう全然外に1時間もいないような男だからさ、はい、もうとんでもなく暑くって、はい、びっくりしました。大丈夫でしたか？いやもうね、あの写真撮るからあの外でよろしくお願いしますって言って、で外で出て、で店から全然人が出てこなくて、まだって思うぐらい、そのもう 4、5 分が、はい、まだって思うぐらい、やっぱあの暑いね外ってね。そうですね。いやもう外仕事の皆さん本当にお疲れ様です。お疲れ様です。さあそれからね最後はこれいきましょう。女性の方からいただきました。中地彩奈ちゃんこんにちは。こんにちは。初めてメッセージします。ありがとうございます。この前総集編で主人と聞いてたら毛刈りの話を聞いてて出てて、でこの毛刈りという話で私もぜひ言いたいことがあって、去年2月私は乳がんの告知を受け、4回の抗がん剤の治療のあと7月に手術、その後も化学治療の点滴と続いて怒涛の1年を送りました。点滴も終わって薬も服用しながら仕事も3月に復帰しました。その間の主人は今まで以上に優しさにあふれておりました。2月に宣告され、
3月毎週毎週病院転院してないか調べたり MRI を取ったり、その都度きちんと病院についてきてくれました。抗がん剤始めると体中の毛が抜けて、髪の毛はもちろんですが大事なところの毛も抜けるんですね。毎日一緒にお風呂に入って頭を洗ってくれて、抜けた毛の処理をしてくれました。そしていつものように一緒にお風呂に入った時、なぜかカミソリを持ってお風呂場に入ってきたんです。何するんだろうなと思いながら見ていたら、主人は大事なところの毛を剃り始めました。何してるのって聞いたら、お前と一緒で髪の毛は剃れないけど大事なところの毛を剃ってお前と一緒だっていう風に言って、マジかって思いました。ツルツルの主人のあそこを見て二人で大笑い。毛を剃ったことも主人の優しさだったんでしょう。私が生え始めるまでずっと主人は剃り続けてくれました。その主人と今年結婚25周年、主人と一緒で優しい息子二人にも恵まれました。幸せな日々を送っています。再発しないことを毎日祈りながら過ごしてます。今年は二人でいろんなところに出かけることもできませんが、落ち着いたら二人でお伊勢さんに行きたいです。それを目標に仕事と家事を頑張りたいと思っています。モーニングジャム